私今ご紹介のおりました、科学技術振興機構この講習会を主催しております、バイオサイエンスデータベースセンターから参りましたミノアと申します。所属が2つ書いてあるんですけど、その理由については後でちょっとおいおい述べますので、それではまず私の資料からいきます。もう私のところは割とベーシックな検索 のやり方です。で、5年も経ってて、多分今日も学生さんもかなりいらっしゃると思うので、皆さん折に触れいろんな検索をなさると思いますけれども、それに役立つようなサービスを NBDC がこうジェネラルに提供しているものがありますので、それについてご紹介をしていきたいと思います。資料の方どんどんじゃ進めていきます。目次2ページの目次目で、講習を始める前にということで、まず講習会の資料の置き場なんですけれども、アジャックストカチ2とブラウザで検索していただくと、こちらの左側のようなページが出てくるかと思います。はい。で、今ちょっとこの画面のキャプチャ撮った時にはまだなかったんですけれども、真ん中辺のプログラムのちょうど上のあたりにですね、講習会のプログラムと資料へのリンクが貼られていると思います。で、そこをクリックしていただくと、右側のような画面ですね、GitHub コムというところで AJAX トレーニングの今回の資料の、講師の名前がずらっと書いてありまして、そこのところに、それぞれの、資料が貼ってあったり、中にはですね、GitHub そのものにこう書き込んでて、それを、プリントに起こしただけというものもありますけれども、そういった形でそれぞれの講師の資料が置いてありますので、ここを参照していてください。あとでなんかちょっと解析のハンズオンなんかある時とかも、ここからリンクが貼られてたりとかしますので、ここは開けておくと便利かと思います。次のページに行きます。私のパートですね、ちょっと前半の部分はハンズオンではなくて、いろいろちょっとご説明というか、いろんな低迷科学のデータベースの概要なんかもちょっとお話をするようなパートがありますので、そこに入っていきたいと思います。生命科学ですね、生命科学情報爆発と言われて久しいです。もう何年も言われておりますけれども、そういう情報がたくさんあることで、今までは、皆さんが仮説を立ててそれに関する情報を取るというやり方、それが研究の進め方のスタイルだったんですけれども、最近ではデータそのものから研究を始める、仮説を作るのにデータを使うとかですね、あるいはデータそのものから何らかの一定の結論を導き出すというようなデータ駆動型の科学への転換ということが言われています。で、そのためにはやはりデータですとかデータベース、そういったものを自由に使いこなすスキルもやっぱり必要になりますし、それから生命科学の知識だけじゃなくてですね、情報学とか統計学、数学、それからもうさらには計算科学なんかを使いこなす人がやっぱりそういうデータを使いこなせるということになりますので、そういう知識もあるといいなというような状況になってきています。で、そういうことスキルがいろいろありますと、そのいろんなところから持ってきたデータを寄せ集めて自分でその中から知識発見をするといったような高度なデータベースの利用もできるだろうということで、こういったスキルがだんだん必要になってきているというのが今の生命科学の状況です。で、皆さんもこの使われているデータベースもあるかと思うんですけども、ここに代表的な生命科学関係のデータベースを挙げています。データベースの内容でこれ分類したものですけれども、塩基配列、それからアミノ酸配列、タンパク質の立体構造とかですね、いろんなものがあります。で、その中で今ここに赤字にしてあるのが、次のスライドでご紹介するんですけれども、日本で代表的な、国際的にもちゃんと連携しながら運営しているようなデータベースになります。で、そこの今3つ赤くしてあったところ、ここにスライドで書いてありますけれども、DDBJ というのは DNA データバンクオブジャパンというところで、DNA の塩基配列を収集するところです。で、静岡県の三島にそのサーバーとか本拠地とかありまして、国立遺伝学研究所という中に設置されているセンターになります。で、ここは、アメリカのこういった同じような DNA 塩基配列を集めている、組織と、それからヨーロッパの方でやはりその集めている組織と連携して、世界的に、同じ、DNA 塩基配列のデータをそれぞれの地域で、集めたり、逆に、提供したりということができるようなバンクになっています。で、次の PDBJ というのはですね、タンパク質の立体構造を収集するところです。これは大阪大学のタンパク質研究所という中にあって運営されています。で、下の一番下のケグ、京都エンサイクロペディア・オブ・ジーンズ・アンド・ジェノムスというのは、生命情報をシステムとして表現したものということで、これお使いになったことあるかもしれませんけれども、ある生命現象がこうネットワーク上にいろいろ表現されていて、例えば酵素反応ですとか、いろんな、
声明の中で起きているような情報を、文献などから引き抜いてきて、それをシステムとして表現しているようなものになりまして、京都大学の科学研究所バイオフォーマティクセンターというところが運営をしております。で、一方なんか構築工法から見たデータベースの分類ということで、次のスライドにありますように、一番最初の今ご紹介した3つのうちの2つ、上の2つですね、こちら DDBJ と PDB の方は、実は不特定多数の人が、生み出したデータを登録するという形のバンク型というものになります。で、それ以外にいろんな構築法があるんですけれども、例えば、もう一つご紹介したケグというものなんかはですね、知識モデル型といいまして、特定の人間が、ある知識をちゃんと持った人間がですね、文章の中から、データを抜き出して、それを構造化して、ネットワーク上にして表現しているというようなものになります。他には、プロジェクトとして出てきたデータを全て登録してもしてしまうものとか、あとは機械処理をして生み出したデータをみんなに公開しているものなどもあります。で、そのうちのこのバンク型データベースについてもう一回ちょっとご説明をするとですね、DDBJ とかその PDB というのは全世界で解読された塩基配列や立体構造を査定して受け入れて、ちゃんとデータがきちんと書かれているかとかですね、あとデータに付随する情報がちゃんと書かれているかというようなことを査定して受け入れた後に、そのデータベースに蓄積して公開してみんなで共有するようなもので、その時に、論文に必要なアクセッションナンバーというものを付与するということから、雑誌側が論文を発表するときにはそのアクセッションナンバーを取りなさいということを、求めていることからですね、DDBJ とか PDB には、どんどんデータが集まるというような、構造になっています。で、 DDBJ も先ほど言いましたように NCBI という米国の、やっぱデータのセンターですね、それから、EBI というヨーロッパのセンターと、連携をして全世界で、同じ、データを共有するというような仕組みを運営をしております。で、最近ではその塩基配列とか立体構造というのはもともとこういう形でかなり歴史があるバンクだったんですけれども、他に例えば、発現解析のデータとかですね、そういったものについても、リポジトリへの登録を求められるようになってきて、そういったものも、バンクとしてどんどんデータが蓄積している。で、それがまた公開されているということから、また皆さんも利用可能な状況になっているということになっています。で、データを共有することの意義なんですけれども、科学の世界では本来データは第三者と共有するものでした。で、それはなぜかというと、ちょっといろいろ不幸な論文の捏造とかの事件もあったことから分かるように、やっぱり再現性とか、それが真理であるかどうかとか、それからデータそのものが間違っていないかとかいうことを第三者の目で検証するということが非常に科学の世界では重要なわけで、その第三者も見て本当にそうだねということが分かるという状況にすることが非常に重要ということがあります。それから最近では、新しい観点から解析するとか、いろんな目的に使うということで、再利用をするためにもちゃんと公開をしようということが言われていて、時間や費用を節約する、同じ実験を二度繰り返すのことがなくて済むような、そういったものもあります。そういった観点から、共有するということも考え方もありますし、さらにそういったデータが大量のデータが溜まってきていると、大量データのマイニングみたいなことは新しい技術なんで、そういったことをやるためにはそういったデータがちゃんと、手に入る状態になっているということが非常に重要なので、開発を促進するということにもなります。で、大学とかですね、あと公的な研究機関プロジェクトなどでやられた、生み出されたデータというのは、基本的に税金使って作られているものではあるので、そういったものに、市民がもう一回お金を払って得るのではなく、それがちゃんと共有されてみんながフリーに使えるという状況にすることが重要ということで、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有しようという動きが、全世界的に起きているわけです。で、そういった流れのことをオープンサイエンスというんですけれども、それについての国際動向と日本の対応についてざっとまとめたのがこのスライドになります。2013年もだいぶ前になりますね、そこに G8 の科学大臣会合っていうのがありまして、そこでもともと論文をオープンアクセスしようということで、いろんなレポジトリとかが大学とかでも運営されているんですけれども、それに加えて研究データそのものをオープン化しようという動きがここで出てきました。
でそれに呼応するようにですね、日本の総合科学技術会議、イノベーション会議、科学技術イノベーション会議というところで、まあ、国際的動向、この G8 の、 声明を踏まえてですね、オープンサイエンスに関する検討会というのがやられて、まあ、日本での、オープンサイエンスというのは、まあ、イノベーションの創出につなげることを目指したサイエンスだということを定義しながら、まあ、それに対してどんなことを進めていこうかということを検討するということをやっています。でまあ、そうこうしているうちにもう一回2016年とかですね、2017年とかはまたこの国際的な動きとしては、いろんなオープンサイエンスを実際に進めるためのいろんな施策を考えていくということがまた声明がいろいろ出されておりまして、それにまたこうするように今度はそのオープンサイエンスの推進に関する検討会みたいなのがあって、でここでいろんな、まずどういうふうに、そのオープン化していきましょうかということをやっぱりなんかある程度ルール付けしないと皆さんなかなか動きづらいということがありますので、研究データをどうやって管理していくとか、利活用をこういうふうなことでポリシーを作りましょうと、ポリシーを作るためのガイドラインみたいなものを作っていくというようなことが進められてきています。これはもう2019年割と最近の話ですけれどもされています。でこのデータを共有するときの基本的な考え方としてフェア原則というものがあります。このフェアというのはその、頭文字、今ここに、書いてある4つの言葉の頭文字を取ってフェア原則っていうんですけれども、なんとなくフェアというとなんか本当フェアな感じがして、この言葉が結構最近よく使われています。F はファインダブル、それから A はアクセシブル、それから I はインターオペラブル、それから R はリユーサブルということで、まあ、データを共有するというのはどういうことかということを、まあ、端的に言い表しているんですけども、データがまあ見つけられる状態になっているということがまず一つですね。でそこに皆さんがやっぱりアクセスできる、あることが分かっているだけじゃなくてそこにデータのところにアクセスできて、でさらにそのデータが、他のデータとなんか一緒に使うようなことが容易であるような総合運用性があるということですね。でそれ と、まあいろんな条件がちゃんとはっきりしていて、使いたい人が再利用しやすくなっているというこのフェアという4つの、言葉をが満たされているものが、非常にデータが共有されやすくなっている状況だよということで、まあ、研究コミュニティの中で議論がされていて、で、まあ、論文もまとめられてということで、こういう言葉が言われています。さてちょっと今データベース全般に関するいろんな状況をお知らせをしましたけれども、じゃあその JST 私の所属しているそのバイオサイエンスデータベースセンターではどういうようなことをやっているかということで、具体的にちょっとずつご紹介をしていきたいと思います。JST 科学技術振興機構というのはですね、科学技術振興機構という名前から分かるように別に生命科学に特化したことをやっているわけではなくて、科学技術全般についていろんなことをやりますというような国 の、 組織になっています。で、その中にいくつかこう目標といいますかね、そういうことがあるんですけれども、その中の、ここに掲げてあるのが、研究開発成果の最大化、皆さんが研究開発していただいてファンディングのを使っていただいて研究開発していただいたものの成果を最大化するというようなためのいろんな事項ということで、いくつか項目が挙げてられまして、その2番目のところに、ライフサイエンスデータベース統合に関しては特化してここに書かれているように、ライフサイエンス研究の成果が広くこう研究者コミュニティに共有されるように、そのオープンサイエンスの動向を踏まえたいろんな施策をやりますよということで、私どものセンターが実は設置をされています。でバイオサイエンスデータベースセンターと、このセンターの名前、もうカタカナばっかりでいつもご紹介するとよく分かんないと言われるんですけど、このセンターはですね、生命科学データベースに関する日本の中核機関として JST に設置された組織です。なので、JST の中でもここは生命科学に特化してということでいろんなことをやっています。で4つぐらいちょっと項目挙げてあるんですけれども、その中で、基盤技術開発とファンディングプログラムというところについてちょっと次のスライドでまたご紹介をしていますのでご覧ください。 NBDC の取り組みというところですけれども、下の半分の部分ですね、生命科学といってもいろいろ分野も対象とする生物、それから解析手法もさまざまあって、とても数人の研究者がこう前後葉を把握するっていうのはとてもとても無理なので、NBDC としてはまずいろんな分野の中でキーとなる先生に、ファンドを出ししてデータベースをそこでその分野のデータベースをまとめてくださいということをお願いしています。それがこのファンディングプログラムということで、分野ごとにデータの統合を進めていただくということをやっていただいています。例えばプロテオームとかがあったりですね、あとは、マルチオミックス
みたいなものがあったり、それからまあ画像みたいなものもありますし、それから動作とかですね、メタボロミクス、そんなような感じで、いろいろな分野でのキーとなる先生にそれをお願いしていて、そこで出てきた成果をまた何らかの形でこうまとめたような形で私たちのサイトなり、まあ、先生のところでも個別に公開をしていただいてますけれども、やっていきます。例えば今日4番目にお話をしてくださる森先生のところはですね、遺伝系の中で、黒川先生という先生が代表となられて、メタゲノムの解析をやる、そういったデータベースを作ります。微生物のメタゲノムですね、そういったことのご紹介をしていただくんですけども、これもそのファンディングプログラムの中の一つの、項目になっています。であと一つの基盤技術開発という方はですね、これがあと、私も所属してるんですけど、今日2番目3番目の講師がやるライフサイエンス統合データベースセンターというところが担当しています。まあ、データベース、いろんなデータベースを集めてきますが、そのデータベースをどうやってもうあたかもこうバーチャルにですね、統合化されたように、使えるようにするかというようなことを日々研究をしていたりですね、あとはまあ既存のデータをどうやって皆さんが使いやすくできるかというようなツールを作ったりというようなことをやっています。で、私たちのところは NCBI のようにですね、米国の NCBI のように巨大なマンパワーとそれからサーバーパワーをかけて全部集めちゃうみたいなことはなかなかしにくいです。それをまあ中央集中型データベースというところに書いてありますけど、こういった先生方のところで集めているものを、まあ、インターネット上にこうバーチャルに集めるというような形で連邦型の統合データベースを実現しようということで、この基盤技術開発は進めているところです。まあ、統合データベースも実はかれこれ10年ぐらいこういうことをやってるんですけれども、それについて今まで国の方でどんなことで進めてきたかみたいなことがちょっと書いてあるので、こういうことにご興味のある方はちょっと読んでいただければなと思います。私たちのセンターは、バイオサイエンスデータベースセンターは2011年の4月、ちょっと大震災の後ですけどね、ちょうどその後に設置されたセンターになります。はい、それで、まあ、これ先ほどと同じスライドになりますけれども、次に、3番目のデータの公開というところ、ここも一応力を入れてやっているところなので、そこについてお話を進めていきたいと思います。で、まあ、この統合データベースに関するいろんな活動をしていく際にですね、まずは皆さんが、じゃあ生命科学の研究者の方がどういうところに困っているかということを、まず要望をヒアリングするようなことをまずやりました。で、その時に出てきた要望の、大きな3つがですね、1つ目はどんなデータベースがどこにあるのかよくわからないということです。で、いろんなプロジェクトがそれぞれ個別にデータベース公開をしてたりするんですけれども、まあ、そのありかが分かっている人はいいんだけれども、まあ、Google とかでもなかなか検索しにくいよねっていうところがありまして、まあ、データベースのカタログをちゃんと作った方がいいでしょうということがありましたので、それをやっています。これは後からご紹介します。それから2番目ですね、じゃあデータベース、こんな使いそうなデータベースあるって分かりました。で、そのデータベースを、まあ、まあ例えば100個あります。じゃあ100個全部いちいちそこのサイトに行って同じ検索キーワードで検索するんですか、それはとても大変ですねということがありましたので、じゃあ複数のデータベースを横断的に一括で検索できないかというような要望が高かったです。なので、そういったことを実現するようなデータベースの一括検索のサービスも立てました。それからさらには、まあ、データセットをその公開してくれていて、そのインターフェースで、検索したりとか、そういうことは、それはできるのはそれはそれでありがたいんだけれども、そうじゃなくて、例えば自分の持ってるデータ、同じようなデータと一緒に合わせて検索したいとかですね、解析してみたいとかいう要望があって、それはデータを一括ダウンロードするという必要があったので、そういうことができないかということで、これもサービスとして立てております。で、そうなんですけど、じゃあこういうサービスを作っていくときにですね、もう一個大きな問題がありまして、じゃあ利用するっていうふうに実際にデータを利用する、再利用するっていうことを考えたときにいくつかの問題点があります。で、まあ、求められるデータが入っているかということをちゃんと確認できるかということがとても重要なんですけれども、一つには例えば公的プロジェクトの成果がちゃんと公開されてないというようなこととかいろいろあったりしたので、それについては、まあ、これはどちらかというと文部科学省さんとかですね、厚生労働省さんとかそういったところから働きかけていくことが必要なんですけれども、まあ、公的な研究にはちゃんと帰宅を義務付けるということが、徐々に、その例えば募集の要項にちゃんと書かれたりとかするようになってきていて、まあ、こういうプロジェクトありました、じゃあこういうデータがあるでしょうというところで、だいたいそれがだんだん公開されるようになってきています。
それから今度はどんなデータが入っているのかよくわからないということで、これはどうしてかというと、ちゃんとデータが説明が書かれていなかったりとかですね、それから、まあ、いろいろもともとデータがあるのでデータフォーマットがバラバラであったりとかいうことで、なかなかあの分野ごとに同じものを指していてもよくわからなかったりとかいうようなことがありましたので、データフォーマットを標準化するとか、あるいはデータ説明をちゃんと標準化するとか、そういったことも非常にデータを一緒に利用するときには問題になるなということで、こういった取り組みもやっております。でそれから最後にあるのが、利用条件の標準化と明示ということなんですけれども、これはどういうことかというと、まあ、利用に関してどういう条件だったら使っていいよということが、まあ、書いてあればまだしも書いてないことも多いですし、書いてあってもなんかバラバラだと結局これとこれ一緒に使うのってできないよねみたいなことがあったりします。あるいは、商業利用は可能かとかですね、あとどのぐらい、ライセンス費がいるのかとか、契約が必要なんじゃないかということを非常に、特に民間企業の方は、気にされる部分がありますし、そういうことをそういうのはいらないんですけどっていうこととかもちゃんと書いてくれてないとわからない、いちいち聞かないとわからないみたいなことがありましたので、そういった利用条件をなるべく標準化して分かりやすく明示する必要があるんじゃないかということで、その次のスライドにあるようなライセンスの形態ですね、クリエイティブコモンズもともとですね、例えば画像とか、例えば、美術品とかそういったものに付けられるような、ライセンスなんです。でそれを例えば真似てパロディとか作ったりしますよね。そのパロディを、まあ、どこまでやっていいかっていうことを、その元の元の、著作者っていうか、もうそれを作った人がまあこういうこと、こういう条件だったらやっていいよみたいなところまでを ある程度著作者が表現するための、ライセンスなんですけれども、その仕組みがですね、例えば、ここにアトリビューションってバイって書いてあるんですけども、作品のクレジットを書いてくれるということが条件だよということを言ったりとか、あるいはノンコマーシャルっていうのはやっぱり営利のところでは使ってほしくないので、営利目的では使わないでくださいっていうことを明言するとかですね。あとはノーデリブスっていうのは、元の作品を改変しないこと、だから元の作品をそのままちゃんと出すんだったりけど、そこに例えばひげつけちゃったりとか、そういうのはやめてねっていうこととか言ったりとかですね。あとはシェアライクっていうのはちょっとなかなか分かりにくいんですけれども、元の作品と同じ組み合わせのこういったライセンス条項でもってもう一回公開してくださいということになります。なので、この4種類のマークを組み合わせて、今下に書いてあるようなここの CC BY っていうところからですね、この CC めちゃめちゃにいっぱいついてるところまで、だいたいこの6種類をそのクリエイティブコモンズという団体がライセンスとして提示しています。これのうちのどれかをつければいいでしょうということなんですけれども、私たちはやっぱり元のそのデータベースが、利用度を高くしていただきたいので、使っているライセンスとしてはこの CC BY ですね、クレジットを書いてくれれば使っていいよっていうもの、それからこの by SA っていうのはクレジットを書いて、なおかつ、まあ、クレジットとそのシェアライクというこの条件2つを常につけた形で循環させるということであればいいよっていうライセンス、この2つに加えて、あとはあえて何も私はライセンスを主張しませんということを明示的にするパブリックドメインであるということを書く、こういった CC0 っていうライセンスなんですけれども、これもありますので、この3つを NBDC は使用してデータベースをお預かりしたりするときとかですね、また自分たちが何かを作ったりしたときにこういうラベルをつけることで皆さんが使いやすくなるようにしようということで、先ほどの、どうやって使っていいかという利用条件の標準化明示というところをクリアしようとしています。じゃあ主なサービスの説明に行きます。NBDC のウェブサイトアクセスしてみてください。 NBDC として検索すれば多分トップに出てくるかなとは思います。でそのサイトを開けといていただければ、そのサイトの左上のところ、昔から NBDC を知ってる人はですね、こちらのサイトがなんかごちゃ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 したのがサイトだったなと思われるかもしれないけど、最近春頃こういうふうに変えました。で逆にじゃあどこに何があるのかよくわからなくなってるかもしれないので、このサービスっていうところをちょっとクリックをしていただくと、次のページのようなサービスの一覧が出てきます。で、ここには またここにいっぱいこうサービスがこう下の方でずっと羅列されているので、なかなか見つけづらいかもしれないんですけれども、まあ、カテゴリーで絞り込んだりすることもできますし、あるいはまあ一つ一つ見ていただいて、まあ、ウェブサイトへ直接行っていただく前にですね、できればこの説明っていうのを読んでいただくとどういうものかっていうのが分かるかと思うので、ぜひこのページを活用していただければと思います。
これもお話をしておきたいんですけれども、登録は何もいりません基本、ちょっと人に関するサービスだけ後でご説明しますけど、まあ、登録っていうか審査とかいろいろあるのでそれはちょっと後でご説明しますが、基本何もいらないですし、ウェブブラウザさえあればどこからでも誰でもアクセスできるようなサービスになっています。で、じゃあそのデータベースのカタログ、どんなものかということでご覧いただきましょう。インテグバイオデータベースカタログという名前でやっています。国内外の生命科学系のデータベースの詳細情報や説明情報を提供するカタログでして、今収録データベース2360件って書いてありますけど、資料を作った直後に確か7件増えてます。2367件に今なってるかと思います。で、国内のデータベースの情報が結構たくさん載ってますけども、最近、海外の同じような活動をしているところの、データベースの情報を、バッといっぱい入れたところで、まあ、同じぐらいの数海外のものも入っているというような状況に今のところなっています。で、例えばデータベース名とかですね、もちろん URL アクセスするための URL とか、どこが何に対してやった、どういったプロジェクトの、データベースかというようなことが書いてあるので、分かりやすく、まとめてあるものです。で、キーワード検索とかカテゴリーからこう絞り込んでいって探すことができます。入り口は先ほどのサービスのページ一番左上の一番いい場所にですねポンと置いてありまして、そこのオリジナルサイトというところをクリックしていただくとこんなようなページが出てくると思います。今ここもね2360件って書いてありますけど、多分今2367件なんじゃないかなと思うので、まあ、そういう状況ですけれども、例えばですね、今私がここでやった検索どういうのをやろうかなと思った時に、今初めだとここがプラス、動物のとこプラスになって閉じてると思うんですけど、そこ開いていただくと、プラスになってるとこ開いていただくと、こういった中の生物種がいろいろ出てくるような状況になります。で、じゃあちょっと牛ってあるんで牛やってみようかなと、畜産大だしということで牛をやってみました。そうするとですね、まあそういった形で左側のペインのところは絞り込みとか検索に使ってもらう場所なんですけれども、まあ牛とかで検索をしていただいたりとかですね、さらにさらに他のタグを使って、例えばタンパク質の情報であるとか、あと何かな、なんかいくつかの条件を私ここにパタパタパタとつけてみました。そうするとこう上の方にですね、こういう感じで条件設定がこう出てくると思うんですね。で、個別の条件を解除するのはここのパシッとここの×を押してもらえればいいですし、あるいはこちらのその選択したこの絞り込みのところの選択されているのをパシッと押してもらうとまたそこが解除されたりとかいうような形でご自分の絞り込みの条件をいろいろ変えていくことができるんですけれども、もうめんどくさいからとにかく最初に戻りたいという時には全条件をリセットするというようなここのボタンもありますので、していただくとまた2367件の状態に戻るかなと思います。まあこんな割と普通の検索のやり方かなと思うので、ちょっと個別条件の解除だけ少しちょっと違うかなと思うんですけど、そんな使い方ができるというようなものです。なのでこれ後でいろいろやっていただければいいんですけど、それ以外にこの左側のところ、この一番上にちっちゃなボックスがあるのお分かりでしょうか。ここがまあ検索、キーワード検索にあたるところなので、ここである程度なんか自分が見たいものについてもう絞り込みをいろいろやるんじゃなくてとにかく入れたいということで、例えばここで私は伝染病というものを入れてみました。そうするとですね、多分これ同じだと思いますけど件数4件しか出てきません。これちょっと注意していただきたいのは、やはりデータベースの検索をするので割と大くくりなキーワードを入れないと、例えば個別のタンパク質の名前とか入れてもやっぱちょっと出てこないです。まあGPCR とかそういうのだったらある程度できますけど、あんまり個別のタンパク質の名前とか入れても出てきません。なのでちょっと大くくりなキーワードを入れていただくといいかと思います。で、じゃあキーワード検索で私が伝染病と入れたものの一つをちょっと例にして見ていきたいと思うんですけれども、4つ出てきた中の2つ目に監視伝染病の発生状況というサイトがあります。農林水産省がやってるものだということで、私も初めてここで見ましたけれども、左側にあるこのサイトのミニサイズのものとですね、あとここのタイトル、これクリックするとオリジナルサイトに行きます。まあ、これはもう割と一目瞭然なんで、そこに情報が
時系列を置いてあるということだと思うので分かりやすいんですけれども、往々にして、まあ、サイトを見に行くとですね、こう何が何だかよく分からないことが往々にしてあります。ウェブサイトってそれを見ても意外と、それが何かということが分からないので、その時にこの詳細へというこの緑の矢印のところですね、ここをちょっとピクッと押していただくと、そこには先ほどご説明したように20種類の項目にまとめて、今20もっと20以上あるような気がするんですけど、だからいろんな項目にまとめて、情報が書いて整理されて書いてあります。でその中で一番、まあ、重要っていうか、まあ、分かりやすいっていうか、そういったものがですね、ここのところにも、まあ、簡単なものは全文出てきてしまっていますけれども、説明っていうところがあって、その説明のところは私たちがこういうサイトを見てですね、あ、このサイトってこういうものだなということを一応簡潔にまとめて文章として書いてあるんですね。なのでこれを見ればだいたいこのサイトがどういうものかなということが分かると思うので、なんか検索したり、まあ、絞り込んだりしてなんか関係ありそうだけどこれ何かしらというふうに思ったらですね、まずこの説明を見ていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。こういった形で、データベースを見つけていただく、そういったツールになります。でこのデータベースのカタログのちょっと使い方でいくつか Tips があるんですけれども、それはですね、まあ、ここにいくつか例出してますが、例えばですね、こちらの右側のところに LSDB アーカイブへリンク、それから統合テレビリンクから一括ダウンロードかって書いてあるんですけど、この意味はですね、 LSDB アーカイブっていうのは先ほどこれから3つサービスをご紹介しますって言ったの3つ目のデータベースをダウンロードしたいというところで、私たちのところでデータをお預かりしているものがありますよっていう、そういったマークです。それから、統合テレビへっていうのはこのデータベースと、ちょっとこれなんか統合テレビで統合テレビでなんかちょっとあれなんですけど、まあ、統合テレビというその説明動画がちゃんとついてますよ、このデータベースには。だからそこを見ればもうちょっと動画で詳しい説明がありますよっていうようなもの、そういうリンクですね。それから一括ダウンロードっていうのはこのオリジナルのサイトでもって、データをダウンロードさせてもらえますよっていうようなことです。なので、まあ、データそのものが手に入るかどうかっていうようなことの目安がここで出ています。それから、こっちのこのちっちゃい画面のサムネイルの方で、いくつかこう文字が出てくるときがあります。これ運用終了とか、休止14日以上なんとか出てくるんですけども、これの意味は稼働中アクセス可能、これは表示されません。これは出て何もなくこういうふうにちゃんとサムネイルが出ますけど、休止って書いてあるものはアクセスできない状態が続いてるっていうことです。毎日毎日全てのサイトを見に行ってるんですね。でその時に、まあ、14日以上ってことは14日以上アクセスが確認できない、アクセスできない状態だっていうことで、まあ、何らかのちょっとトラブルが起きてるなということが分かる。から公開停止中とか運用終了っていうのはもう実際に本当に公開が終了されていたり停止されていたり運用終了しているということをそのオリジナルサイトから私たちが情報を得て、そうこういうラベルをつけているもの、まあこういったラベルが何かついているとそのオリジナルサイトはちょっと今のところ使えないなということなんですけども、例えばこれ運用終了になっているけれどもこちらにアーカイブがあるということであればデータそのものはこちらにも残っているなというようなことが分かったりというようなことで、まあ、データベースの状況がよく分かるようになってますので活用していただければと思います。なんかせっかく見つけたのにアクセスできなかったとかって言ってノットファウンドとか非常に嫌なので、こういうこともちゃんとやろうということでやっています。はい、あとはなんかデータベースのデータ自体をダウンロードできるとかそういうのがあるんですけど、まあ、これはちょっとやりたい人はやってくださいっていう感じで、じゃあですね、今実習のページ34ページまで来ましたけど、インテクバイオデータベースカタログ実習ということで、まあ、これも簡単だと思うんでちょっとやってみましょう。左側にある絞り込み機能というところで、実習1は人でエピジェネティクスに関係するデータベースということで、2つ選んでみたときにどのぐらいの数が出るかちょっとやってみてください。皆さん15件ちゃんとなってます？はい。じゃあそのうち日本国内で作成されたデータベースはいくつ存在するかということで、割と下の方、絞り込みの下の方に行っていただくと日本国内とかいろいろあると思うんですけど、そこちょっとクリックしていただくと今度はそれがいくつに減るでしょう。はい、またさらに絞り込みのところで稼働中とかいうのがあると思います。そこをちょっとクリックしていただくと6件、はい、といった感じで絞り込んでいただくということができるようになっているものです。はい、あとはもう皆さん
自分のラボとかに戻っていただいて、そこで自分で自由に検索をしていただければいいので、こういった形で使ってくださいということで、ここで実習はもう簡単ですけど終わりにします。今そっちここに答えがありますね。けど結構自分でも知らないデータベース見つけたりすることあると思うんで、ぜひぜひ使ってみてください。で次に、じゃあ2番目の横断的に検索できないかについての、対応ということで、生命科学データベース横断検索というものをご紹介します。今38ページのところまで来てます。このデータベースの一括検索の特徴はですね、検索対象のデータベースの数が659件なってます。多分同じだと思うんですけど、やはり全てのデータベースが検索できるようになっているわけではないので、先ほどの2000何百件というのを比べるとちょっとぐっと数減っちゃうんですけど、まあでも600件以上のものをですね、一括検索できるというのはなかなかないと思いますので、ぜひ活用いただければと思います。で特徴的なのは、分子データベースの中の、いろんなこう文章で書いてあるところとかで、まあ、キーワード検索をするんですけれども、それ以外に例えば特許情報なんかと合わせて一括検索できるようになってますので、そこがちょっと特徴的なところかと思います。あとは日英の相互翻訳をしています。でその時に使っている辞書というのが、京都大学の金子先生という先生が作ってらっしゃるライフサイエンス辞書っていうのがありまして、そのライフサイエンス辞書で翻訳をしています。なので生命科学に特化したような一応翻訳の仕方をして、で日英をかけてると、両方かけてるということですね。であとはまあ検索なんで、いろんな絞り込み機能があったりとかいろいろしますけれども、それはちょっとここの後順々に見ていきたいと思います。で私たちはよくこれご紹介するときに、まあ、生命科学の Google 検索なんですけどって言ったときに、 Google でやるからいいよって言われることがあるんですけれども、でもちょっともう端的に考えてみて、多分直感的にお分かりになるかと思うんですけれども、例えば Google でマウスって検索しますと、生命科学の研究者としては欲しいのは基本的にこのネズミのマウスなんですけれども、それに関する情報がいろいろ知りたいということになるかと思うんですけれども、出てくるのは当然一般の人もいっぱい使う、科学 .com のマウスだったりするわけですね。なのでやっぱりちょっと意図してものじゃないものがいっぱい出てきてしまうというような一般の Google 検索だとあります。でそれからあとはその検索対象のデータの取り方、検索対象のインデックスのデータの取り方なんですけれども、まあ、一般的な Google 検索とかあと Yahoo とかそういった一般的な検索エンジンだと、まあ、カバーしている領域が広いので取れる範囲っていうのはやっぱりある程度限られます。なので表層ウェブっていうんですけど、本当にこうトップレイヤーのところの情報だけ全部集めてきて、まあ、とにかく網羅性をどちらかというと、担保するようにしているような検索なんですけれども、私たちのところはなるべくこう深いところ、データベースってこういう階層構造していて情報がどん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 こうネイルダウンされていくんですけれども、その深いところの情報でも、まあ、検索できるものはしてあげようということをやってますので、そういう意味ではなんかあるその情報の全体量からするとカバー率が結構高くなってるなというふうには思います。なので、まあ、意図したものを網羅的に検索する、生命科学に特化した Google 検索ということでご理解いただければいいんじゃないかなというふうに思います。で対象としているもの、さっきもちょろっと言いましたけれども、テキストでまあ検索する検索なので、まあ、文章がちゃんと書いてあることが重要です。なのでもちろん文献とか得意ですし、学会の要旨なんかもいくつかのものはご協力をいただいて載せています。からさっき言いました特許が載っけてあるのが結構特に民間企業のことなんかはやっぱりこう特許と合わせて検索できるというところは非常に重要だというふうに言っていただくので、特許も一生懸命載っけています。あとはこういった分子データベースですね、こういったデータベースは、その分子について説明した部分とかを書いてあります。なので例えば塩基配列とかでブラスト検索ってありますよね、配列の検索する。でそういったちょっと機能はないんですけれども、まあ、テキストベースの検索だということをお分かりいただければいいと思います。で入り口は先ほどのカタログの隣、クロスサーチと英語で大きく書いてあるところですね、ここになります。でじゃあトップページにちょっと行ってみましょう。こういう感じでとにかく一つの窓があるというような感じです。はい、ここに、まあ、いろいろ、入れていただければいいんですけども、例えば語句のサジェスト機能って、例えばこうやってインフルって入れた時にインフルエンザ
とかインフルエンザ予防接種とかいろんなこういう語句が出てくるっていうのは割と便利な機能で、まあ、あと選べばいいのでというところがあります。そういった割と普通の検索で工夫できるところはいろいろやっています。で、データベースかヒット件数かを選択して検索ってデフォルトはデータベースになってます。でデータベースになってると最終的に出てくるのがその Google チェックなものになるので、一つ一つのレコードがバーンと関係するものが出てくるっていうふうになってるので、まあ、デフォルトこれでやってもらえばいいんですけど、なんか何万件と出てきちゃうだろうなということが想定されるときはですね、ヒット件数の方でだんだんやって絞り込むというようなやり方も後でちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、普通は多分データベースの方でやっておけばいいかなというふうに思います。まあ、Google で検索ね、普通にするときもどんどんキーワード足してったりとかすると思うんで、まあ、そういう使い方でいいかなと思います。あと、詳細検索の画面がいろいろあって、まあ、いろんな条件があるので、例えばデータベースの更新時期による絞り込みとかですね、先ほどご紹介した日英翻訳もしなくていいよとかですね。それから、対象データベースっていうのも、まあ、いろんなデータベースがありますよってご紹介しましたけど、それの中のどれかだけ選ぶとかですね。そういったものもできますし、あと重要なのは多分これかな、生物種による絞り込みができるというようなところかもしれません。でこんな感じで詳細検索もできますけれど、まあ、気軽にとりあえず使っていただければいいかなと思います。で、はい、で検索結果のデータベースで検索した結果の一例インフルエンザですけどね、で検索するとこんな感じになるので、もういかにもこちらはその一つ一つの記事あるデータベースからピックアップされてきた検索キーワードに関連の深い記事がこういうふうにダラダラララと並ぶっていうのは同じです。でこちら側にいろんなツールボックスがあって関連したリンクいろいろ貼ってあります。後でこの外部リンクのところも開けてみるっていうのをちょっとやってみたいと思いますけど、それがこちら側に集まっています。でこのナビゲーションバーのところですね、この上のところのバーのところですね、これどんどん絞り込むことができます。先ほどのデータベースごとに絞り込むとかそういったことができるようになっているので、それも後でちょっとご覧いただこうかと思うんですけど、今ねここすでにインフルエンザだけで6万2000件もあるので、ね、ちょっとこれだと全部見ていくっていうのはちょっと辛いよねって思うのでやってみたいと思います。はい、次のページは、このツールボックスでこんな感じで次の検索がいきますっていうのは、まあ、どん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 検索を広げていくということのご紹介なので、これはちょっと飛ばしましょう。はい、ですね、じゃあ46ページにちょっと行ってみて、先ほどデータベースかヒット件数かで調べられますよって言ったとですけど、じゃあヒット件数で調べた時どんな風になるかっていうのがこの画面です。でこの画面は、まあ、そのヒット件数がこういうふうに6万件とか出てて何に対して何万件ぐらいこうかかってるみたいなことが出てくるので、それに対して例えばこのプラス画面、プラス画面というかプラスボタンを押していくと、そこの中のカテゴリーがどんどんこうやって広げていくことができると、まあ、これもよくある検索のタイプだと思うので、皆さんそんなに迷わずにいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、大体中にどんなものがありそうかなということを想像しながら、どんどんこう狭めていくっていうふうにしていただければ、なんか人の目で見ようかなって思うレベルに数が落ち着くというところまで持ってって、まあ、あとはちょっと自分で見る必要がありますけれども、そういったことができるようなそういった検索のツールになっています。でこれのいいところは、一ついいところはですね、ちょっと絞り込んでいってちょっと下の方のレイヤーになってくると、ここに I っていうインフォメーションマークが出てくるんですけど、そうするとそのデータベースがどういうものかっていうのがまたここに出てくるようになってるんですね。なのであんまり知らないことをなんかこう調べ始めた時に、まあ、このレイヤーまで調べられたら、この I マーク見てなんかこうこのデータベースって自分の目的としているものに近いなとかいうことが分かれば、その個別エントリー、ここ今71件ありますけど70件ちょっと読んでみようかっていうような感じで、見ていっていただくといいかなというふうに思います。はい、こんなような、まあ多分日頃検索をいろいろされている方にはおなじみのある挙動かなと思うので、じゃあ次にちょっと横断検索、今の横断検索の実習にいきなり入ってしまいたいと思います。今ご紹介したような内容がそのものが書いてあるので、別にこの通りにやらなくても自分のいつも興味を持っているキーワードとかで入れていただいてもいいですけど、ちょっとやってみましょうか。日本語と英語がちゃんと翻訳されてるとかそういった様子も
見ていただけるといいかなと思います。ここでちょっと一つ、先ほど、まあ、5いくつも5を足してって、まあ、アンド検索できるっていうふうにでどんどん狭めていくことができるって申し上げたんですけれども、例えばこの実習7ではインスリンの後に脂肪肝と入れてみて2号のアンドで検索するって書いてありますけど、その他に例えばアンドオアでそのどちらかの5が入っているような条件、検索条件とか、あるいはある単語が入っているけどこの単語は入ってほしくないっていう検索条件とか、あるいはこの語とこの語がきちんと続いた、例えばここで書いてあるキャンサージーンって書いてますけど、これで塊でちゃんと検索したいとか、そういった条件この辺ありますけど、これはまあ普通に割と検索の条件でこういう書き方があるので馴染みのある方もいらっしゃるかと思いますけど、こういうのは使えるようになってます。ヘルプのところにいろいろこういうチップスが書いてあるので、ちょっと複雑な検索をしたい人はそういうところも参照しながら言っていただければと思います。で、あと実習の一番この最後に実習8って書いてあるところでちょっとご紹介をしておきたいのが、いろんな便利な外部リンクのが入ってますよって書いてあるんですけれども、例えばこの例で今インスリン脂肪肝で検索した例ではありますが、パブメドってリンクを開くとですね、実は、検索したワードの、まあパブメドなんでね、日本語じゃなくて英語ですけれども、それがちゃんと翻訳されて、いきなりもう検索のボックスに入っています。なのでまた自分で同じ検索キーワードを入れるっていうようなことをしなくていいっていうのはちょっと、まあ、ちょっと楽できる部分があったりとかですね。あともう一つご紹介したいこの J グローバルっていうリンクなんですけれども、これも JST が私どもとは違う部署でやってる、データベースになるんですけれども、ちょっといいのはここは生命科学に特化してるわけではないんですが、研究者情報とか研究課題情報みたいのも検索できるんです。なので、まあ、自分がこういうことをやろうとしていて、それに関してこういった先生がこういう分野で研究されてるなみたいな、もしかしたら共同研究先として申し込めないかなみたいな、そういう検索をしたりとか、そういうのにもちょっと役立つかなというふうに思います。私たちのところはちょっとあまり人の名前で検索したりということは逆にできてないので、こういったテーマから人をたどるみたいなことがちょっと他の JST のサービスを活用するとできるということをご紹介したいと思います。はい、であとは実はモバイルでも使えるということで、まあ、ちっちゃい画面でもう私は読めるって人はこういうちっちゃい画面でも使っていただければいいかなと思います。まあ、パソコン持っていけないとかね、いろんなところがあるかと思うんで、ぜひ活用してください。はい、では一番先ほどご紹介した3つの要望に対する最後のところをご紹介をしたいと思います。これデータベースアーカイブと言いますけれども、このアーカイブのサービスに関しては、実際のちょっと実習は今もう皆さんに最初の2つは簡単、割と簡単めな検索なんでやっていただきましたけれども、ちょっとまあ中に収録されているデータベースによっても検索の仕方とかいろいろ違うのがあるので、ある一例をこうザラザラザラっと後からご紹介をしていくのは一緒にやっていきたいと思いますので見ててください。から、まず概要だけご紹介しておきますと、今国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスということで、収録データベース145件ということで、例えば先ほどご紹介したファンディングプログラムで、作っていただいているデータベースがデータとしてここに収められているものもあったりですね、そういったことで、145件のものがあります。で、一応その、クリエイティブコモンズということで、ライセンスのご紹介をしましたけれども、こういったライセンス条項でいいですよねっていうのは、まあ、ある意味交渉を事前にしたりすることもありますので、データを預けていただいている方は基本的に日本の国内でこのプロジェクトをやられた、そのプロジェクト成果を、収めていただいているようなものはほとんどです。で、いろんなデータ形式でダウンロードできるので、ご自分がまあその後何かこういう計算に使いたいというときに、ある程度整った形でダウンロードができたりとかします。で、先ほども言いましたデータは CC ライセンスでありますので、見ていただければライセンスの状況が明確になっています。で、今収録されているデータベース、これちょっと全部じゃなくてちょっと古いデータなんで、まあ、傾向としてこんなものだということでご覧いただければなんですけれども、まあ、ゲノムがあったりタンパク質があったりですね、いろんなものがあります。これもだからちょっとちっちゃな検索があるので、検索してご自分の研究に役立ちそうなものがあるかどうかをちょっと検索で探していただければなというふうに思いますが、入り口はこちらです。
先ほどのサービスのページですね、それの上の段の一番右側のところで、ここの、オリジナルサイトというところを行っていただくと、こういったページが出てくると思います。で、まあご多分に漏れずここにですね、ちっちゃな検索の窓があります。で、詳細検索っていうのはありますけど、まあシンプルにここでキーワード検索していただくと、いろんなデータベース145件の中から検索ができるということになっています。ここにもやっぱりちょっとこの簡単な説明とかいろいろ書いてあるので、こういった項目でもって検索がかかるようになっています。で、詳細検索はまたいろんなこう絞り込み範囲を切ったりとかですね、なんかいろんなことでできるようにはなっていますけれども、まあ多分基本的にはこちらのシンプルな検索を試していただければいいかなとは思います。で、他にもちょっと難しいいろんなね、なんかさらに中にこういろんな種類のデータが入っているものについては簡易検索機能がついたりとかいろいろあるんですけど、なかなか難しいので、これも興味のある人は難しい検索をしてみたいなという方であれば、なんかここら辺の資料を見ていただきながら、まあ、こちらはブラストもできると言っているので、ブラストでも中の、塩基配列とかのデータベースを検索することができるということなので、そういう試し方もいいのかなと思いますけれども、あとは画像を含むデータベース内容検索というのがあるんですけど、これはちょっとやっぱり画像についての説明情報で検索をするということなので、例えば類似画像で説明するとか、ちょっと類似画像で検索するとか、そういうちょっとめちゃめちゃ高度な、検索ではありませんが、まあ、そういったものも画像をデータとしてお預かりしている部分もあるので、そういったものも、説明情報から検索をしていただくことができるというようなことです。で、ここから後の実習についてちょっと一緒にやっていきたいと思うんですけれども、対象として考えているのが OpenTG Gates という病理情報のデータから、ハイパートロフィー肝細胞肥大を示したデータを絞り込んでダウンロードするということです。で、その際に、この、肝臓の病理画像を見つけるということなんですけど、ちょっと画像データ自体はサイズが大きいので、いきなりここでみんなでダウンロードするとちょっと大変なことになりそうなので、これは後でやってください。で、データベースの、説明が下に書いてあります。170の化合物をラットの個体およびラット人幹細胞をエバクロした際の遺伝子発現と毒性のデータベース、非常によく使われている、私たちのこのアーカイブの中でも非常によく使われているデータベースの一つになります。で、中にいっぱいいろんな情報が入っています。なので、これはまあある一つの例ですけれども、こういった感じで調べるんですよという例をこれを用いてお示ししたいと思います。で、まずはじゃあその一覧内検索の一番そのシンプルな検索ボックスのところに OpenTG Gates って調べるつもりで、タイプインをしていただきますと、オープンの PE まで行くと多分検索ができて、今の3つぐらいがこうやって出てくる状況かと思います。で、なんか自分がもしかしたら使えそうなデータあるなって思った時にですね、まずはこの利用許諾一番右側のここですね、ここを見ていただきたいんです。この詳細をちょっとクリックしていただくと、この次のようなページが出てきます。で、ここに書いてあるのは先ほどもご説明したように CC by SA ってなってます。ということはですね、作成者のクレジットを表示することっていうのが一つの条件で、それからさらにあなたがまたその二次的なデータベースを作ったときに同じ CC 表示継承というライセンスで配布してくださいね、公開してくださいねということが条件になっています。なので、ここを確認して、でかつそのクレジットで、じゃあクレジット何書いたらいいのっていうのがわからないとね、やっぱり困るので、そのクレジットもこう書いてくださいねっていうこととかが、その個別のデータベースごとにちゃんと書いてありますので、まずこのページを確認してどうやって使っていいかっていうのを見ていただくのが最初かと思います。はい、じゃあ戻りましょうということで、このアーカイブの方はですね、実はここのサムネイルとこの、名前ですねのところをクリックすると、こっちはちょっとさっきのカタログと違うんですけれども、今度はこっちはデータベースの説明を確認するというリンクがに飛んでいきます。それがこちらのページ、今66ページまで来ました。こちらも記述項目揃えてあって、もちろん名称とかですね、作成者、それからどういうプロジェクトで作りましたかとか、あとは、運用をいつされていて、まあ、最終的な更新日はいつであるとかということですね、ということがいろいろ書かれていますので、まあ、ここでデータベースの中身を把握すると
ということです。ちなみにオープン TGS って聞いたことある人いますか？これなんか独占のデータベースでもう10年以上前に確か作られてるんですけど、結構ね本当に今でも利用度が高いんですよ。なのでまあ、独占の研究をされる方はやっぱりちょっと見るかなって感じみたいです。はい、じゃあちょっと また元の画面、検索の結果の画面に戻っていただいて、今度はダウンロードっていうリンクがあります。頭の方にここを見ていただくと、この OpenTGS はですね、本当にここにあるように非常にいろんなリストがあるんです。中に例えば使った化合物のリストとかですね、あとは何だろう、作業情報とかね、実際にどういう実験をやったとかですね、なんかいろ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 ありまして、非常に複雑な構造になっています。ものによってはダウンロードって押すと、もういきなりそのデータの一覧みたいなのがバーンって出てくるようなものもあったりはしますけども、この OpenTGS に限っては非常に複雑な構造なので、一旦こういうふうにダウンロードできるものの一覧みたいなのが出てくるようになっています。で、ZIP 形式で丸ごとダウンロードする、そのそれぞれの項目ですね、ダウンロードすることももちろんできますし、それからあと中を一回検索して、全部のデータはいらないから、さらにそこでだから検索をして自分に必要なものだけに絞ってダウンロードするというようなことも仕組みとしてこの場合は提供しているので、検索&ダウンロードのこの一番下のところ13番のところかをクリックしていただくと、まあ、こういった表形式が出てきます。先ほども言いましたけど、なんかその割と簡単なデータですと、いきなりこの表紙形式のデータが出てくる場合もあります。これは OpenTGS だけちょっと複雑な形なので2段階でたどるようになっていますけども、でさらにそのテーブル、この表形式のデータのところからですね、いろんな検索とか絞り込みができるようになっていますし、から絞り込んだ結果をダウンロードするとか、もともとここの表にあるもの全部をダウンロードするとか、いろんなことができるようなボタンが上の方にあります。このハイパートロフィーってちょっと入れていただくと同じ画面が出てくるんじゃないかなと思います。で、全データをダウンロードするときはさっきも言いましたけど、いろんな形式でダウンロードできます。これはデータを直接触ることがなければなかなかこの形式自体も結構難しいので、あまり馴染みのないことかもしれませんけれども、こういうこともできるなということを一応覚えていただければと思います。表がそんなに大きくなければ人の上で見ても全然構わないと思うんですけど、表が膨大になってくるとね、やはりさすがに計算機で扱うってことが必要になってくるので、ダウンロードできるってことはとても重要なことです。じゃあ最後にこの実習10へということで、このパソロジカルイメージっていうところでリンクを押していただくと、どれか押していただくとこんな感じの、その一つ一つのレコードの中のビューが出てくると思うんですけれども、この、ですね、フルサイズビューっていうのはなんか見てもいい、見てもそんなに負荷をかけないので大丈夫みたいです。でもダウンロードはちょっと今ここのところでやるのはやめましょうということで、またダウンロード画像を見るためにちょっと専用ソフトが必要だったりとかするらしいので、こんな感じで、必要な場合にはこういった画像にも精密な画像にたどり着けるよというご紹介をさせていただきました。これあくまで一例なので、他のデータだったらもうちょっと簡単に、あるいは違う検索の仕方とかで見るようになるかと思うんですけれども、これは一例をご紹介ということで、ご覧いただきました。で、この生命科学データベースアーカイブなんですけれども、利用状況も実は見ることができまして、ちょっと古いデータなんですけど、5月の時にダウンロードが一番多かったアーカイブ、実はこの OpenTGS のデータなんですね。今でも非常に活用されているデータになります。あとはいくつかこう並んでますけれども、その前の月なんかはですね、チップアトラスというチップセックのデータを、公共データをまとめて見やすく、皆さんがこう利用しやすくするといった、九大の沖先生がやられているようなもののデータとかですね、こういったものが使われているなということが見て取れます。ちょっとだけなんかトレンドが分かるみたいなところがあるのかなと思います。で、このデータベースアーカイブ、皆さんにこうやってデータを利用していただくだけではなくて、データをお預かりするというようなことをやっています。で、利用許諾が先ほどご覧いただいたように、クリエイティブコモンズの by SA ということで、ちゃんと許諾、クレジット書いてもらって、なるべく次もシェアしてもらうっていうようなことを
受け入れていただければ私どものところでデータを預かるというようなことをやっています。でそうすると例えばプロジェクトが終わってもデータ公開は維持できるよとかですね、そういったことがありますので、ご自分でプロジェクトを回される段階になったらぜひ最終的にここに収めるというようなこともお考えいただければなというふうに思います。はい。で今までここで3つご紹介いろいろしてきましたけれども、実は私たちバイオサイエンスデータベースセンターもそれからライフサイエンス統合データベースセンターもそうなんですけれども、私たちは文部科学省という組織の下にいるセンターになります。なんですけれども、日本では生命科学のデータベースを生み出すというか、いろんなプロジェクトをやられている省が他にもあって、例えば経済産業省ですね、それから厚生労働省、先ほどのオープン TGS も厚生労働省関係のプロジェクトでした。あとは、農水省ですね、畜産関係もきっと非常に関連深いと思いますけど、農水省もあります。でこの他にもいくつかプロジェクトやられている他の省もあるんですけれども、大まかにこの4つの省が協力すればかなりの部分生命科学について日本の現状を把握できるのではないかということで、4省でもって一緒に、こういう情報を集めましょうということで、例えば先ほどご紹介したカタログなんかも4省で集めた情報とかが、集まってますし、横断検索にかけるものなんかも一緒に、集めてということで、4省が協力してやってでこういうサービスを実現をしています。5番目、人に関するデータ関連のサービスツールということで、NBDC では人のデータベースに関して、大きく2つ今サービスを作ってまして、人データベース、ベタな名前ですけど、そのままと、統合バーというものになります。で、サービスの場所は、先ほどからご紹介しているこのページの2番目の段のところに並んで仲良くこういうふうにあるんですけれども、NBDC の人データベースっていうのはですね、人に関するデータもご多分に漏れず、解析技術が発達していて、もうどん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 生まれてきます。で、それらを整理格納して、活用するためのルールや仕組みが日本にはありませんでした。なので、例えば人データが格納するっていったときに、アメリカのデータベースに研究者の方が登録してしまうっていうのこととかあって、日本の研究のプロジェクトでやってるものがアメリカに登録されるというような状況があったわけです。なので、日本でもこういうものが必要だねということで、私どものセンターと、それから先ほどご紹介した DNA データバンクオブジャパン、DDBJ と協力して、この NBDC 人データベースというものを設立しました。でやはり人のデータ、人の例えばホールゲノムのデータとかですと、やはり個人情報ということにも該当しますので、個人由来のそういったゲノムデータなどの共有と個人情報保護を両立させることが必要であるので、共有のポリシー、こういったルールですね、ガイドラインみたいなものを NBDC が作って、それに沿った形でデータを提供いただく、その時には研究参加者の同意が必要だったり、研究倫理委員会の承認が必要だったりとかをしますけれども、あとはでまたそれを利用していただく、その時にはこういった一定の情報セキュリティのあるようなところで使ってくださいね、でもちろんその研究についても研究倫理委員会を通してくださいねっていうようなことが条件で、そういった審査を NBDC 私たちのところでやっています。で実際のデータの格納はこちらの DDBJ でやっていただくというようなことでやっています。でここ重要なのがですね、やはりそのこういった人ゲノムのデータとかもやっぱり今度論文それで書くときに番号が必要になります。だけどもこれいきなりその DDBJ とかにポンって普通の公開データには預けられないというところがあるので、私たちのところに預けていただければ、必要な ID をちゃんと発行して論文に書いていただけるということで、今徐々にデータの登録が増えている状況です。で中は、非制限公開データ、いわゆるオープンなデータが29件、29件って言ってもこれなんかすごいいっぱいあるのであれですけど、であとは制限公開データ、やっぱりその審査がちゃんと必要ですよというふうな、利用について審査が必要ですよっていう状態、この個人ごとの情報ですね、そういったものが87件集まってまして、今20万人分以上のサンプルデータが今もうすでに私どものヒートデータベースから公開をされている状況です。で論文書く前にちょっと待ってねとかいう公開待機してっていうようなものもあるんで、こういうのも合わせればかなりの数がもうすでにデータのベースの中に入っています。でもし人に関するこういった研究をされていて、データを提供したいとか、あるいは、使えるデータがもしかしたらあるかなということでデータを利用したいということであればですね、ぜひホームページのところに行っていただいて、全体についてのガイドラインがここに書いてありますし、あるいはデータの利用とかデータの提供の手順なんかも丁寧に書いてありますので、それをご一読いただいて、もし分からないことがあれば
ぜひぜひこちらにご連絡いただければ、私を含めいろんな人がちゃんと見てですね、ご回答しますので、ぜひぜひご興味がある方はぜひこちらのサイトを確認いただければと思います。でもう一つご紹介したい統合バーというこのサービスなんですけれども、これはですね今まで例えば人の、研究されている方で ある疾患 の、 患者さんのゲノム解析したときに、あるところにこういうバリアント情報があるってことが分かりましたというふうなことが情報として検査会社さんから上がってきたときに、じゃあ研究者の人とか、遺伝カウンセラーの人とかそういう人が何をするかっていうとですね、まずそのバリアントに関してどういう情報があるかってことをネットを調べまくるわけですよ。でその調べまくる対象としてはですね、一つはクリンバーっていう NCBI、 アメリカの NCBI がやっている、疾患に関する情報をある程度まとめたそういったサイトがあります。疾患との関連性が、あるということが分かっているものについてはここに書いてあります。例えば2型糖尿病に関連するバリアントであるとか、そういうことが書いてあるようなところがあるんですけど、であとはじゃあそのバリアントが、本当にこの人固有のものなのかどうかっていうこととかを調べるときには、これもアメリカなんですけれども、EXACっていうブロード研究所で作っている、データベースがありまして、そこの荒れる頻度を見に行きます。で合わせて最近ではですね、東北メディカルメガバンクとそれから京都大学で今度は日本人の集団で、そういうのがあるかということを調べられるそういうサイトがあるので、この研究者の方はですね、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ全部のサイトを見に行く必要があるということなんですね。でその時に問題なのが、例えば書き方がそれぞれのデータベースでちょっとずつ違う、リファレンスとして使ってるゲノムが違ったりとかですね、そのアレルの場所の書き方がちょっとずつ違ってたりとか、いろんなことがあるので、そういうのを全部調べるというのはかなりの手間だったんですね。それをワンストップ検索できるようにしましょうっていうのがこの統合バーというものになります。で今日本人の頻度で、東北メディカルメガバンクと京都大学って言ったんですけれども、それ以外に、先ほどご紹介したこのヒトデータベースですね、この辺でホールゲノムとかを預けていただいた方からも、OK であればこういうところに日本人の頻度として入れていいよということがあればそれも入れてありますので、そういう意味では日本人の情報ソースとして3つのものからも調べられることができます。でこの統合版も別にオープンになっているので、なんか興味があるものがあれば検索をしていただければいいし、検索例なんかもこの検索窓の下にダラダラと書いてあるんで、それをクリックするだけでも、こんな検索例って分かるようになってますけれども、検索窓があっていろんな情報の入れ方ができて、から個々のバリアントに関して一つずつ情報がバーンと全部書いてあるページがあったりとか、あるいは今ご紹介したようないろいろなデータベースでもってそういった頻度がどのぐらい出てるかっていうのが分かるようなそういった場合表示があったりですね、例えばこれなんかはこれが EXACっていうアメリカ中心のデータベースなんですね。であとは日本のデータベースで、このバーの大きさがアレル頻度が高いことを示しているので、日本人で多いけど西洋では少ない、これログで撮ってるんでそういうことが一目で分かるとか、であとはクリンバーの情報がついてて疾患との関連が分かるとか、ざっくり言うとこんなようなことができるので、ワンストップでいくつものサイトを渡り歩かなくてもいいよっていうようなものを作っているっていうのをご紹介です。これはちょっと簡単にご紹介をしました。でその他のサービスなんですけれども、私が所属しているセンターがここに2つあります。で今回の講習会を主催しているのはこちらのセンターになりますけれども、であと2人の講師がライフサイエンス統合データベースセンターから来ておりますが、ここは実は共同研究をやっていて、こういった統合データベースに関するいろんな活動をしている、そういった一緒になって活動しているセンターになります。で先ほども出てきたこの DDBJ というところなんですけど、実はその DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターとは大きな括りでいうと同じ組織の中にありまして、そこの間では協力関係があるということで、その中で、DBCLS が中心になって、いろんなものを開発して、NBDC のサイトからも公開してうちからも公開してみたいな感じでやってるんですが、1つ2つご紹介をしておきたいのが統合テレビっていうのがあるんですけど、統合テレビは後でですね、実は小野というこの後にしゃべる講師がですね、実はその元締めなので、私はあまり詳しく言いません。でも今日例えばやったものもいろいろ日本語の解説があったりしますのでぜひ一度覗いてみたらいいなと思います。でその他に私がちょっと教え
皆さんに覚えておいていただきたいなと思うツールがいくつかあるんで、それを申し上げると DBCLS のサービスの一覧ページというのをちょっと見ていただきたいんですが、それはまた DBCLS って検索していただいて、でまたサービスっていうリンクがあるので、それをちょっと開けていただきたいんですけど、上のバーのところにあると思うんですけど、ここですね、これクリックしていただくと、今私がその次のページでご紹介した資料が出てくると思うんですけど、これですね、ここまでたどり着けました。はい、でここもですね、さっき LBDC でもご紹介したのと同じようなページで、こういったいろんなものをご紹介してるんですけれども、そこでですね、絞り込みがいろいろできます。ここにカテゴリーっていうのとユーザーっていうのがあるんですけど、まあ一番多分ね、皆さんがいろんな解析するのに使いたいなと思うものとか、データ解析ツールだったりね、から文献知識抽出とかあるとは思うんですけど、ここで文献知識抽出っていうのはなんかちょっと難しい名前かもしれないんだけど、これをちょっとクリックしていただいて、データベース利用者っていうのをクリックしていただくと、こういう画面になると思います。6個しか出てこない。でこの中で2つご紹介をしたいと思います。1つ目はこのアリーというものです。はい、それが次の86ページになります。このアリーっていうのはですね、パブメド NCBI の文献のデータベースですねを利用して、そこに文献中に登場する略語、3文字略語っていっぱいあるじゃないですか。でその正式名称の組とか、その付随情報を検索できるようなサービスなんですけれども、もちろんある略語についての正式名称を知るっていうのはもちろん一番割と一番使い方かと思うんですけれども、他にできることが、略語がこう最初に文献に登場した時期を知る。今そこに出てる例が SPF っていうんです。 SPF っていうと畜産系の方だと特定病原体除去、スペシフィックパソジェンフリーっていうのを割と思い浮かべる方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、実はいろんな SPF があって、そこに出てるだけでも今4つ、もっとずらずらとあるんですよね、っていうのがあるので、じゃあ私が読んでいるこの SPF はどれなのかなっていうこととかをちゃんと理解するっていうのは、結構実は文章の中身を理解するのは非常に重要なことなので、こういうのを活用してもらって、SPF、 今言ってる SPF は何っていうのをちゃんと見てもらうっていうのが重要かなと思います。研究分野が何っていうのこととかも書いてありますしね。それから先ほど言ったこちらですね、スペシフィックパスジンフリーっていうのがかなり古くって、1961年からこの言葉を使い始めてるんだよってことが分かります。他のものはもうちょっと後になって出てきたなというのが分かるので、ぜひ活用していただければと思います。で逆に自分がなんか略語を作りたいときに、あまりめちゃめちゃ有名なもう古くから使われてる略語があったら、それは避けたいじゃないですかというのもありますので、なんかそういった使い方もあるのかなというふうに思います。ぜひこれ活用していただければと思います。もう一つご紹介したいのが、ちょっと名前はとっつけにくいんですけど、インメクセスっていうものなんです。でこれもパブメドの文章を利用して書いてる作ってるものなんですけれども、英語書くときにですね、そのいろんな前置詞迷ったりとかしますよね。ネイティブじゃなかったら難しいんですよ、やっぱり。なのでまあパブメドによく出てくる書き方を英語の自分が書く文章でも使えたら、多分それはあまりこうなんとかな、間違いのない文章なんじゃないかなというふうに思うので、その英語表現をこう高速に再検索できる。でここに出てる例はですね、例えばアソシエイトっていう言葉には何が後に続きますかっていうことを検索するときに、今 ASS って入れたところでバーッとアソシエイト関係のが出てきてます。で一番上に387万件ですか、頻度的にすごい数が出てるのがアソシエイテッドウィズだから、あ、じゃあアソシエイテッドウィズって使っとけば間違いないなとかいうことが分かる。非常にまあこれちょっと簡単な例なんですけれども、でも他にももうちょっと下のところでもまあこういう使い方もするんだなみたいな表現がいろいろ出てくるので、まあ、自分でやっぱり英語を書くときに、確認しながらこういうのを書くといい英語が書けるんじゃないかなというふうに思います。はい、っていうような便利なものがあって、これは私も時々使っていて便利だと思うのでご紹介をしたいというふうに思います。ちょっと後で簡単にご紹介したいのが、今後に向けてということで、データの
まあ、共有を進めるにあたってどれだけこうそのデータをうまく利用皆さんに利用されるかっていうことを、日々あのライフサイエンス統合データベースセンターでは、技術的に叶えていこうということを考えているわけなんですけれども、ティム・バーナーズ・リーさんっていうこの人はあのワールドワイドウェブを提唱した人なんですけど、この人が言ってるデータの、 その、利用度がこういうふうに5段階あるよという示してる図です。で、例えば PDF で公開した、まあ、それ公開するだけいいんですね、あのしまっとくよりずっといいんですけれども、でも PDF で公開してるだけだとなかなかいろんな使い方ができません。計算機では見えるかもしれないけど他の使い方が難しい。で、それをどんどんこう段階を上げてやるとですね、例えば Excel で使えるようにして公開する、さらに Excel じゃなくても他のものでも使えるようにして CSV という形、カンマで区切ったようなデータの形式ですね、それで公開するとさらに他のアプリケーションでも使えるというのがありますし、でここから先がまたちょっと違うんですけど、ウェブ上でユニークに何か物事を示すときに必ずここを見に行きましょうということで、あの場所を決めてやるというようなことをすると、みんなが必ずそこを、あることを表現するときにそこを必ず見に行くというようなことで、ウェブ上でユニークに情報を決めてやるということをすると、非常に皆さんの間で、情報の流通が良くなるということが一つあるし、最後のこの LOD という状況はですね、あるデータとあるデータの間の情報をもっと、密に作ってやって、かつ検索可能にしてやりましょうということで、こういうふうになっていれば一番非常にウェブ上にある情報が使いやすくなっているよね、状態だよねっていうことがありますので、実は、この統合データベースの取り組みではこのあたりにデータをいろいろ持っていこうと、生命科学の情報を持っていこうということをやっています。で、その RDF っていうものなんですけど、単純に言うとですね、いろいろな表現、いろいろな生命科学の情報データを主語、述語、目的語ってこの3つ組で簡単に示してやるようにしましょうということなんです。で、ただその時に必ずこの3つ組のこの状態、この状態の使う単語を整理してやるとか、あるいはそのウェブ上で1位にこのタクソノミーの39947っていうのを示すものはこれっていうふうに示してやるということをみんながやってやると、例えばこれとこれを重ね合わせることができて、そういうことがだんだんできていくと、こういった大きな情報をいろいろまとめ上げていくことが、ね、大きなネットワークとしてまとめ上げていくことができるんじゃないかということを日々努力してやっているんですね。で、この大きなネットワーク、このグラフ構造っていうんですけど、このグラフ構造を大きなものを作ってやると、ここのあるものとあるものの関係性をこのネットワークをたどることで表現する、そうやって検索していくっていうようなことができるだろうということで、そういった RDF によるデータの統合と検索ができるような仕組みを日々作ろうとして頑張っています。で、そういったデータを作るための、また利用するための講習会なんかもやってるんですけど、で実際にもうRDF ポータルっていうのを NBDC で作っていて、いろんなデータがすでに RDF っていう形でもって公開をされています。でそれは NBDC が関係する、データももちろんあるんですけれども、世界的な例えばユニプロットというデータベースなんかもですね、もうすでに RDF という形になってたりしますし、先ほどご紹介した PDB とかも RDF ポータルにデータも入っていますという形で、世界的なデータベースも徐々に徐々にこういった形になっていけば、検索する対象物もどんどん広がっていって、なかなか難しい計算もできていくんじゃないかなということで、こういうことをやってるということをちょっとご紹介しておきたいと思います。これまだまだ今途中なので、皆さんにすぐパッと使ってもらうっていうのがなかなかいかないんですけれども、将来的にはこう自然な言葉で問題を記述する、単にキーワードを羅列するだけじゃなくて、そういった質問にも対応できるようにしていきたいということで、日々努力をしているところです。さて、一番最後ですけど、サービス活用に関する情報提供のお願いということで、今先ほどからご紹介している NBDC のサービスページの一番下に、ぜひ活用に関する情報を提供してくださいというのがあります。私たちのこのサービス、いずれもその税金を使わせてやらせていただいているもので、まあ皆さんが利用していただくっていうことが一番のこうメルク回りになってるんですね。なので皆さんからこういうふうなことで使えたよというようなことがあると非常にありがたいので、ぜひぜひ教えていただきたいと。長くなりましたけど、私のパート終わります。どうもありがとうございました。